だから。あとでするんだよ。っていうかお母さんさ、 LINE でおめでとうって言えばいいのにさ、おめでとうじゃないわ、何間違えた、何言ってんの今。 LINE でさ、いろいろ言えばいいのにさ、本当に LINE というものがあるじゃないか。はい、皆さんこんばんは、ありがとうございます、ね、おめでとうって言ってくださってありがとう、嬉しいよ、とてもとても嬉しい。はい、今日は私のハッピーバースデーでございます。いつも以上に美人よくない？まあ今日はちょっと仕上げてきたから、いろいろと見て、後ろにはこんな感じで16歳、わー見えた？そうなの、お花がサイリウム、うえ、かわいい、なにこれ、周りにハート、めっちゃかわいい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、なにこれ、あ、ちょまちょ、えー、タワー来ちゃうんじゃじゃの、え、やばい、嬉しい、ありがとうございます。え、嬉しい嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆様クラッカーもそうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。タワー、あ、名前、ありがとう、お金持ち先生さん、タワーありがとうございます。何歳？16歳だよ、後ろに貼ってある通り。でもこれね、ガムテープで貼り付けたから、ちょっと途中で落ちてくるかもしれない。まあそうした場合はまたギュッギュッギュッって貼ればいいんだけど。でね、今日バースデーだから、で今8時半でしょ、バースデーだからね、ティアラつけちゃいます。ティアラ装着、これ夢だったんだよね。やばい、髪の毛崩れるんだけど、さっきから。変身した。わあ、なにこれ、ケーキ、ケーキありがとうございます。じゃ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 、そのポーズ正解なの？いや、正解じゃないと思われる。ありがとうございます。お、結婚ですか、考えておきましょう。髪も今日は巻きました。見える？え、かわいいって、これ、このハート、この、ま、周りの、この周りのハート、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。
ありがとうございます皆様。え、そうなの？そうだっけ？16歳って結婚できるんだ。いやでもまだまだ早いよ、わかんないけど。今日はお姫様気分だね、こんな冠までつけちゃって。そう、そうなの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 、そうなんだよ。今日はね、16歳になったから10時までできる。イエーイ。あ、あとね、この背景なんだけど、なんかよくわかんないけど、なんだっけ、設定画面見たら自分の誕生日がなんか設定されてなかったみたいで、うわあ。ありがとうタワー。え、おとうだよね、ももちさん、ありがとう。そうそうそう、設定されてなく、ありがとうございます。設定されてなくて、だから設定しました。昨日だっけ、昨日設定して、ごめんじゃん、ごめんって、許して。昨日だわ、多分昨日。いや多分ね、あの時コメントの時、私が自分のコメントを作った時に、多分それで誕生日も変わっちゃったというか、消えちゃったのかな、データっていうか。だから多分設定されてなかった。え、やだ、タワーありがとう皆様。え、嬉しいよ、メガネさんありがとう、ありがとうございます。とても嬉しいね。私今日の楽しみがもう本当に配信しかなくて、もう今日は一日中何もなかったから、本当に今日の楽しみが配信でした。クラッカー、お友達にお祝いしてもらえた？あ、そう、友達にお祝いしてもらいました。皆さん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 、気になるところあるでしょう。一番最初に誰がお祝いおめでとうって言ってくれたか、それをさ予想したじゃん。結果言ってあげるよ。じゃあみんな予想して、一旦予想しよう。 I love you、 ありがとう。おー、あー、おー、ねえやめて、安藤さんって。でもなんか安藤さんなんかね、 LINE のところの知り合いに、知り合いかもっていうところにいたんだよね、安藤さん。だから安藤さんは私を追加してるけど、私を追加してくれてるけど、私が追加してないだけかね。わあ、えり先生も知ってるんだ。あ、そりゃそうか、結構言ってますもんね。え、皆さん答え出てないんだけど、出してよ、みんなよく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 考えて。なんで追加しないのよ。え、特に喋ることもない、話すこともないから。うん、日が明け、な、何、24日になってから、12時になってから来た、12時1分だ、12時1分に初めてのトップバッターが。
え、みんな本当に、え、答え言っちゃっていい？じゃあヒント出してあげるよ。一旦というか、ヒントはね、まず4期生です。4期生ね。4期生の中で考えてください。あ、え、青ちゃん。おめでとう、答え出たよ。正解はじゃん、西川春奈ちゃんです。春奈ちゃんね。それでさ、春奈ちゃんがさ一番最初に送ってくれたの、もう嬉しすぎて、あの一番最初が春ねっていうのが本当にグッときて、もう泣いちゃったんです。私春奈ちゃんから LINE 来た瞬間もうマジで泣いちゃって、でしかもその後にお誕生日おめでとうって言ってありがとうって返したんです。その後もうたくさん LINE したんですけど、もうめっちゃなんていうのかな、すごいあの本当に泣けるんです。とてもなんていうかな、頑張ってねとか応援してくれて、もう私のことをめっちゃ褒めてくれて、もうとっても嬉しかった。で、いや本当夜中だったから涙が出るじゃん、やばかったね。もうめっちゃ泣きました、嬉しすぎて。というか夜中に泣くのってなんかあんま良くないよね。本当に優しい春菜ちゃん、本当に春ね大好き。どうだろう、元気かどうかわからないけど、でもすごい優しかった、泣いちゃったよ、もう優しすぎて。あ、OK。 ちなみに2番目はですね、どこ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 、あ、2番目も答え、なんかみんな、いや、いっちゃおう。ドク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 バーン、一歩二歩三歩でした。意外だよね、なんかさほちゃんが結構早めに送ってきてくださった。そう、さほちゃんです。嬉しい。ここで言わないでよ。俺の推しさほちゃんって私が傷ついちゃうじゃん。いやでも本当にさほちゃん面白くて大好きだよ、もうみんな大好き。ありがとうございます、お誕生日おめでとう。そうだね、じゃあ先輩方からもね、あの言ってくださったので、先輩で一番早かったのはですね、先輩で一番早かったのは、さあじゃあこれも問題にしよう、誰でしょうか。
え、さっきからす、なんか勘っていうかなんか鋭くない？すごい。はい、もう答えがめっちゃ出たので言いますね。正解はみゆみゆさんでした。みゆみゆさんが先輩のトップバッターでした。トップ。いや、嬉しいですね。みゆみゆさんもですね、とっても褒めてくれたんですよ。お誕生日おめでとう。あーちゃんはいつも笑顔で挨拶してくれるから嬉しいみたいな。あと、かわいいかわいいあーちゃん。おお、取れちゃった。ありがとうございます。それだ、ひなたさんの配信始まっちゃったんだけど。今なんて言った？ちょっと待って、6… 6歳になってないから。落ちるって。え、ちょっと待って、ね、みんな知らないうちに。ちょっと、花束花束なんだって。花束花束、どこだ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 よ、どこだよ、どこ。ちょっと待って、どこ。花束ありがとうございます。ね、何の話してたっけ？ね、忘れちゃった。そう、あ、思い出した。あ、ジェハンさん、ジェハンさん、花束ありがよく見たら、パフェのタワー来てる。え、ちょっとみんな知らないうちにタワー タワーが来てる。ちょっと待って、焦る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 って、ね、名前が読めない。ちょっと待って、嬉しいけど、とても嬉しいけど、とても嬉しいんですけど、お名前がわからない。ジュンハンさん、またまた、ありがとうございます。そう、ありがとうございます、ジュンハンさん。そう、みゆみゆさんからめっちゃ可愛い、可愛い、可愛い、あーちゃん、これからも頑張ってね、みたいな感じで 言ってくださって 嬉しい。とても嬉しかったので、私も返信、LINE の返信返すときに、私も可愛い、可愛い、可愛い、みゆみゆさんが大好きですって、返信しました。大丈夫です。さらっと投げやで、謝らないでください。とても嬉しいので。かゆいんだけど、虫刺されてないよね。ちょっと待って、これ見えない。さっきからかゆいんだけど。大丈夫だった。でも今日虫刺されたところあるんだよね。なんか知らないうちに今日刺されてた。今年初。どういうこと、どういうこと、どういうこと。中井里香さん、なんで私、中井里香さん、めっちゃ腫れてる。え、でもね、なんか全然痒くないの、ここ全然痒くないんですよ。あ、そうだ、たかしからもね、たかしはなんか LINE じゃなくて、LINE じゃなくて、あれで来てた、バースデーカードで来てた、たかしは。いつぐらいだろう。お昼ぐらいかな、今日の。たかしくんとか言わないで、女の子だから。え、それな、中井美香さんの話が気になってしょうがない、私。どういうこと？え、なんで？
なんでなんでなんで私あ、ありがとうございます。なんかそれ結構使うよね。それってどういう意味？やばい、発作起きる、発作起きるって。え、マジで日向さんが私のこと喋ってるって？っていうかまだ日向さんから LINE 来てない。お誕生日メール、ひなつさん、なんて、なんて言ってる、言ってるんですか？なんて言ってくれてるんですか？ちょっと気になるんだけど、今配信見れないから。あ、ま、若い。確かに、なんか、2008は、まだ若い。いいです、いいです、そんなの言わなくて。LINE してあげては、ちょっと。ちょっと恥ずかしいからちょっといいです。ストップストップストップ。日向さんのお好きな時に。え、いいいいいい、聞かなくていいよ。みんないいいでああ伝えちゃった。ありがとうございます。プレゼント？プレゼントって何のプレゼントだろう。私があげた花束、花束飾ってくれてる、飾ってくださってるのかな。コンサートの時にあげた。え、いいんですよ本当に。なんか無理やりって感じがするじゃないですか。あおちゃんに LINE 送ってって言ったらなんか申し訳ないです。日向さんに私が欲しいみたいな感じになっちゃったじゃん。なっちゃってる。いいんです。でもね、ちょっと嫉妬しちゃうことがあって、まあそっか、その時はまだ日向さんがメンバーだったからあれだったんですけど、あゆの誕生日の日に日向さんが X とかで「はるちゃんお誕生日おめでとう」って言ってるのを見たんです。だから嫉妬した。まあでもその時はねメンバーだったから、そうやってつぶやけるわけで、だからそれは本当に羨ましい。え、私だってたくさんアピールしたよ。だってさ、コンサートの時なんか日向さんのサイリウムカラーで、チューリップ作っ、自分手作りでチューリップ作ったし。アピールしたんだよ私だって。たくさん、必ず日向さんがやる時はお写真を撮ったし。まあ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 、私だって精一杯アピールは頑張りました。だけどハラちゃんが強すぎるだけです。
ね、推し様っていうのがあれだったよね。結構皆さんにブワーンってインパクトがすごかった。だって私さ、そういうの真面目に答えるタイプだったからさ、そのあの時のニコ生、あの時のニコ生のアンケートめっちゃ真面目に答えてたもん。あんなにお日様とか書かなかった。そういうマジで真面目なアンケートしたから。だけどハラハラちゃんのはとてもいい発想だった。アオラブユーで言葉作る。え、な、なにそれ。うん、そっからだったよね。え、ねえ、みんな、いや、鼻水出てきた。みんないいって、本当にいいから、みんなもうあのひなさんに私について送らないでください。本当にいいので、本当にいいのです。本当にいい。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。あ、見たよ私ね。そう、あのお姉ちゃんからいつだっけ、23日か22日ぐらいに、葵絶対に X 開いちゃダメだからエゴサすんなよって お姉ちゃんに言われたんです。あ、はい。だから本当に今日の24日をずっと楽しみにしてました。で、開いたらもうなんかすごかった。皆さんからお祝いメッセージが来て、しかもアイコンがとても可愛かった。天才すぎん？とても可愛いね、あれ。ケーキはね、これからなんですよ。ちょっと待っててね。本当にアイコンがすごい可愛かった。とっても可愛かった。天才だよねあの絵を描いた方は。天才。え、本当にああいうイラスト描ける方って本当に素晴らしいと思う。なんか羨ましいね。絵うまいって結構いろんな、意外となんか絵うまくてもなんか何もいいくないみたいな感じ。あ、ちょっともういいやでも結構絵うまいと意外と生活面でも、学校とかだったらさ賞とかもらえるじゃん。なんかだから絵うまいと結構いいよね。絵うまい人ってセンスだって、絵上手い人ってセンスとかめっちゃあるじゃん。それな、なぎちゃん絵上手すぎる。本当に天才だと思います。なぎちゃんラブ。なぎちゃん言ってなかった。そう、なぎちゃんからもお誕生日メール、おめでとうメールが来ました。なぎちゃんは確か3番目だった気がする。私、地綺麗じゃないです。
本当に。そう、さほちゃんの後。そうだ、ひなさんとも LINE 追加交換してるから、じゃあちょっと楽しみに待ってます。今日はひなたさん、ひなさんなんで今ひなたさんって言っちゃったの。ひなさんに失礼すぎる、ごめんなさい。今の話、ひなさん今日公演だからちょっと待ってます。お疲れでしたので、歌唱力もあってごめんなさい。ね、なんで今ひなたさんって言っちゃったの。内緒にして、みんな。しごめん、なんかひなたさんって言っちゃいました。マジまずいまずい。お、さほちゃん、朝ラインって言っちゃった。もうやだ、私やばいんだけど。今日朝配信で言ってたんだ。え、本当だよね。なんかみんな自然じゃない？あ、間違えた。新鮮？新鮮っていうの、こういうことって。なんかいつもは9時に終わるけど、こんな長くできること、自然ではないか。新鮮？あ、わかんない、なんて言えばいいのか。っていうか、もうすぐとケーキ食べよっさ。だってもう9時でしょ、時間経つの早いって。新鮮でいいと思う。ちゃんと今日はね、ちゃんとしたケーキですから。ちょっと動かしちゃった。こうやってやっちゃった。多分見せ、ここでこうやってやってやってました、今さっき。確かに確かに確かに、しかしかしか。公演後にもめっちゃできるじゃん。やったー、そろばんかと思った。え、でも私ね、そろばんやってたんですよ、こう見えて。なんだっけ、でも忘れちゃったんですよ私。本当に確かお姉ちゃんのこの引き出しに入ってたような。おお、えって、まあ意外か。おい、お姉ちゃんどこやったんだよ。え、じゃあちょっと持ってきていい？ショロバン9と取りましたよ。な、何球までやったっけ。持ってくるね、一旦。え、あったよ、姉ちゃん。おしゃ、おしゃ、おしゃ。よん、コンセント。はいはい、シットシットダウン。
セット。え、本当だよ、暗算得意じゃなかったもん。え、でもね、結構成績とか残ってるかもしれない。これ何？やばい、住所とかバレちゃう。これなんだ。おい、7、おい、おい、おい、これ何？4級のプリント。こちらがマイソロバンでした。召喚。さあ、私はなんと、え、見え、大丈夫だよね。 OK。 5級までだね。あ、本当だ動きすぎて5級まで取ってました。で、暗算も5級、暗算も5級まで取ってました。はい、貼りました。なんか貼るのが、貼ってって言われたので貼りました。5級ってどのくらい？すごいの？え？すごいんじゃない？だって1級が一番すごくて、まあ、真ん中ぐらいってか、頭良くないし、別に頭良くないから。じゃあ5級の教科書あるか見せてあげる。5級だよね。え、でもなんかよくわかんないけど4級持ってた。これが5級の教科書。5級はですね、はごめん、大きな声出しちゃった。え、なんでここに書いてないの？私何でやってたの？5級はこんな感じ。で、こっちが掛け算と割り算だっけ。で、なぜか4級持ってるなんでそうなのかな、なんか別で書いてたのかな。地位きったな、無理、地位きたすぎる、やだ。あ、そうだ、そうこういうね、そうノートがあったんだ。ノート、違うのに書いてたんだった。え、マジ汚いんだけど、どういうこっちゃ。この牛さんノートこれ見た時びっくりしたんだけど、ほら、牛さんノートって書いてある。ほんとだ、髪乱れてんな。ティアラがそもそも落ちてくる。いつ頃まで習ってたの？中1の最初で、この中にいろいろ書いてあります。やった、形跡。え、マジ字汚いから見せらんないよ。あと、これが暗算ノート。暗算も結構やってました。え、本当に字汚いって、もう嫌はい、以上、私の
過去の、ソロ版でした。でも私ね最初わかるよ、ここ上げるんでしょ、ここ上げてここを、これなんて言うんだっけ、ここなんか5のなんとかって言ってたよね、こうやってうまくできない、こうやってで1たす2はここの1と2であげる 3! なんか名前あった気がする、1、2、3が何だったっけ、3が記憶ないんだけど、本当に分かんない、もう分かんないって、忘れた、さよなら、もう分かんないからさよならする。でも私ねなんか4級やってた、なんか4級のプリントがあって、じゃじゃん、なんかこんなのをやってました。私マジ字汚いんだけど、ちょっと字見せたくないからこうするわ。4級ペケしてある。綺麗じゃないでしょ。ねえお母さん、ケーキはケーキ、ケーキまだ時間だよ、そろっと私このあとシンガーしたいんだけど、早く食べよっさ、本当にケーキまだ左の髪の毛乱れてます、すいませんでした、ありがとうお姉ちゃん、お姉ちゃんありがとう今気持ち悪かったはい、歌手したいです、シングでした、すいません。私最近ありがちゅっていうのにハマってて、語尾にちゅってつけるの、ありがちゅ最近言ってるよねお姉ちゃん、私ありがちゅって、これ何、ろうそくは間違えた、ライターはライター、つまんな、ふうできないじゃん、ハッピーバース、みんな歌わない、じゃ自分で歌う、ハッピーバースデートゥーユー、アメマレプープー、ハッピーバースデーディアアオチア、ハッピーバースデートゥーユー、ここにアオちゃんって書いてあります、16歳。これをですね、ねちょっと待って、みんな何を考えてるの、私の家族は、私の家族は一体何を考えているのだろうか、フォークがなきゃ食べれない、手で食えと、いいよ手で食べてやる、っていうかちょっと待って、これ写真撮りたかったかも、ワイルドだよねねお母さん、スマホとフォーク持ってきてよ、食べれないよ今困ってる。あでもケーキは写真撮りました、ケーキと私は写真撮ったよ、ケーキとのツーショットはしました。だけどこのケーキ
オンリーは撮ってない。ねえお母さん話聞いてる？また撮れそう。オッケー、危険を察知した。ねなんか話聞いてないかもしれない。ちょっと行ってくるね。ねお母さん、あとスマホ持ってきて、ケーキ単体で写真撮るの忘れた。えちょっと待って、ちょっと待って。ずっと爆笑してるんだけど、ちょっと大変。みんなただいま。え、口悪かった？ごめん。全部丸い聞こえ？マジか。食べるの？わあ溶けてるよ。わあわあゴラ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 。うん。せーの。落とさないように。いただきます。ねえま、ねえもうねえ最悪、ケーキ取ってなかったじゃん。え、もう食べたよお父さん。今からやっても遅いからいいよ。だからいいって、もういい。ねえお母さん取ってって言ったじゃん。どうも食べたって。ねえもういい。うん悲しい。じゃあこれだけ取って。ねえスマホつってる。ねえ今日なんか結構バタバタしてる。だからそれマウスピース入れたやつだって。うんじゃなくて本当なの。やめて、本当にやめて。
言っちゃったじゃんね、本当にやめて、コップ変えてきてお願い。早く取って早く取って早く取って。もう言っちゃったよ。マウスピースってさ、内緒にしてたの。いらなくていい。ねえ、いい、本当にもういい。あ、ボクシングはやってないですよ。ね、プンポンってやらないでね。本当に本当にやめて。ね、本当にやめて。ね、本当に本当にやめて。うるさ。ボクシングはやってないです。まだ矯正外れたばっかで、ちょっとまだ矯正ではないけど、固定、歯を固定するマウスピースみたいなのつけてるんです。今はつけてない。あ、さっきね、お父さんがパンってしたの、これシャンメリーね。いいって、もういいから。ありがとうありがとう。ありがとう。うわ、ありがとうございましたわ。え、今日2回目、ありがとうございます。とても嬉しいです。やばい、なんかもう溶けるんじゃないこれ、全食べないから。てか、どこから開けるのこれ。お父さんの扱いつ、いや、だってさ、だってもういいって言ってるのにさ、ずっとなんていうの、しつこいというかね。開けれない、どうしよう。あのフィルムが取れない、困った。うわ、ついた。オッケーオッケーオッケー、いけた。うわー、シュルル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 ル。いや、あ、クリームついた。え、ちょっと待って、ティアラがいつの間にか下がってるんだけど。じゃあいただきますね。ちょっと上についてるこのハッピーバースデー、いや、でもちょっと待って、もうつつこ、本当に早くしないともう時間やばい。ここ行こうか。痛い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 。クリームごとすくって、 Why?Y?
はい、いただきます。うん、お兄ちゃんの分は残しておくよ。ショートケーキかな。ワインのお味は美味しいです。うまっ。なんか生クリームがなんか美味しい。うまっ。ストロベリー。ううん、全部じゃない、ちゃんと分ける。あの上にはハッピーって書いてありました。ハッピーって書いてあって、そのうちの Y をさっき食べました。だからハッピー、今ハッピーハッピーハッピーになっています。今ハッピー、さっき Y 食べちゃったからハッピーハッピーこの板チョコというか、この柄が入ったチョコもキュー。さっきから1が取れるんだけど、何？私って6歳なの？めっちゃハートがかわいい。いただきます。不思議、チョコだけど普通のチョコだけど、ビター寄りのチョコだ。6歳じゃありません。美味しい。
え、でも私今言うて全然食べてない。でもね、今日歌う曲は1曲だけで満足かも。合わない。そう、一曲歌えれば今日は満足だから。だってやりたくないんだもん。やだよ、鼻につけるなんて。じゃあこれ最後にします。いただきます。え、鼻にもついちゃった。それはやばい。これで大丈夫？みんな満足した？え、だってなんかほっぺにつけるのがいいって言われたから、ほっぺに近いここにつけた。本当は鼻につけようかと思ったんだけど、お鼻はいつもやってるから。じゃあみんなスクショして、私もう撮るよ。あ、もう早くシングしなきゃいけないから。スクショした。もう本当に撮りたい。なんかもうなんか気持ち悪いの。OK。ね、みんなそんな文句言わないで。頑張ったんだから。じゃん、本当にごめん。じゃあ行ってよ、ポーズするとき。あ、ちょっとポーズしてとか、そしたらするから。
今何時？まあいいや、歌っちゃおう。39。ああなるほどね、全然大丈夫だった。わあ、ねえマジでさ何してんの。大丈夫、お母さん落ち着いて、そのままにしない。ちゃんは結構ビビリです。本当にビビリだから、私お化け屋敷とか本当に入れないんですよ。もうケーキは回収されたので、大丈夫。じゃあ歌うね、早速。え、これどうなってんの？ちょ、OK。じゃあ歌います。あ、間違えた。オーバーチャーからだった。やべ。ごめんみんな。一回ちょっと切れちゃった。行きまーす。どのくらい？OK。君
販売しよう。今日主役は君なんだ。みんな気持ち受け取ってよ。焼き寄せたプレゼント。たった一年セブンティースター。セミの声が降り注ぐ夏。ピースしながらみんなで撮る。写真はタイムカプセル。広い世界の片隅で同じ時代を生きてる。今がきっと青春かも。遠い先でいつの日か思い出すだろう。 Say 2-1-0 ハッピーハッピーバースデー。素敵が一年を一つだけ。今大人になってそう君らしく大切に過ごすんだ。ハッピーハッピーバースデー。一人きりじゃないんだよ。辛いこと巡り合ったでもう波打ちせば口がそばにいる。笑顔たちの涙サプライズ。ハッピーバースデー to youHappy birthday to you.Happy birthday, dear my friend.Happy birthday to you.Happy, happy birthday. ケーキのキャンドルを抱きでさあ受け着せよ。ああ、その先の幸せとなったように。Happy, happyでまだ夢の途中さ。目の前の未来の道は向かない自分やそう。君の頬に涙サプライズ。今に光る涙サプライズ。バースデーグッドラックを君に声を揃えておめでとう。愛情込めておめでとう。ハッピーハッピーバースデーグッドラックを君にぎゅっと抱きしめおめでとう。最後にもう一回おめでとう。お誕生日おめでとう。暑い。え、なんか長かった。とても初めて歌ったから。2番なんてすごい初め。皆さん本当にありがとうございます。48分。じゃあまあ最後はちょっと待って、計算させて。オッケー。え、もう読んじゃう？もう読んじゃう？え、もう一曲いけるくない？でもね、今日はスペシャルでね、100位から読もうとしています。もう一曲、じゃあ早くしますね。多分皆さんもう一曲歌う曲は多分もうすでに分かってる通り。はい、もう流します。いきます。ウィじゃあ1番だけにします。最後のトンネル
信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい一番大事な人連れて帰ること出会ったあの夜約束した未来はいつも100位、オッケー、じゃあ、いきます。100位からね。天使の脇前さん、ありがとうございます。タカポンさん、ありがとうございます。カスジさん、ありがとうございます。ツルさん、ありがとうございます。アスキさん、ありがとうございます。 M2 さん、 M2? ごめんなさい、間違ってすいません。ありがとうございます。ヨセラキさん、ありがとうございます。シュウケンさん、ありがとうございます。カオルクさん、ありがとうございます。ヒヨさんかな、ヒヨさん、ありがとうございます。サヤムさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。ナベトシさん、ありがとうございます。オソさん、ありがとうございます。フシネアさん、ありがとうございます。ヨウカさん、ありがとうございます。ウルカワさん、ありがとうございます。メッチョさん、ありがとうございます。ユウタさん、ありがとうございます。キュッ、ツーナン、急行、通過駅間違えて、すみません。ありがとうございます。チップさん、ありがとうございます。スポーツマン、エイスさん、ありがとうございます。エミシオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみさん、ありがとうございます。ルーツさん、ありがとうございます。通勤休校う通勤通勤あ金かごめんね、何に見えた。通勤校休校通過駅さん、あすみません、ありがとうございます。ちょっと待って、どこで読んだか忘れちゃった。パンさん、マルシンさん、読みましたよ。ワンさん、ジャンボさん、読んでなかったらすいません。キヨミさん、ありがとうございます。ヨッチャさん、ありがとうございます。新潟のアーチャーさん、ありがとうございます。転生やばい100位ってこんなに難しい。転生したら、けおいしいって、おいしい。転生したら犬千代さん、ありがとうございます。慶応さん、ありがとうございます。あ、来た、向かい来て、お願い。これ何、もうつい漢字わかんない。え、お願いします。次何のもの。え、わかんない、本当にわかんない。さん、ありがとうございます。山さん、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。天使さん、ありがとうございます。ビジエさん、ありがとうございます。ラッキーさん、ありがとうございます。たつやぴさん、ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。おとうぴょんさん、ありがとうございます。ほりさん、ありがとうございます。からさんださん、ありがとうございます。のうさん、ありがとうございます。しょんわちらじゃん、英語と漢字がダメすぎて本当にすいません。ションワワチラチェーンさん、すいません、読めなくて本当にすいません。あ、繋がってなかった、ごめん。え、今聞こえてた。ショーンはチーラさん、ジェーンさん、ありがとうございます。部長マスキョヘさん、ありがとう。カルムーンさん、ありがとうございます。バンブルさん、ありがとう。ジェレマーリさん、ありがとうございます。ナグネヤマップさん、ありがとうございます。ビルボレさん、ありがとうございます。アオラブユーナナさん、ありがとうございます。シロさん、ありがとうございます。マナブンさん、ありがとう。カレーラーメンマンさん、ありがとうございます。チョコレーマンさん、ありがとうございます。ニックネームさん、ありがとうございます。
ワンワンさんありがとうございます。竹みずくさんありがとうございます。ポン吉さんありがとうございます。紅生姜さんありがとうございます。むとむさんありがとうございます。ミンミーさん、ミンミーさんで、お姉ちゃん、くんちゃんさんありがとうございます。ニックネーム、あれあれが変わってる。もこちさんありがとうございます。ゆうさとさんありがとうございます。いのちさんありがとうございます。ドラゴンさんありがとうございます。いたいちろうさんありがとうございます。いちたさんありがとうございます。 X メンさんありがとうございます。にんてんいさんありがとうございます。なおさんありがとうございます。まさふみさんありがとうございます。せいやさんありがとうございます。くますけさんありがとうございます。わずちゃんさんありがとうございます。あんばたさんありがとうございます。ともさんありがとうございます。すがさんありがとうございます。はちさんさんさんありがとうございます。ゆめのすけさんありがとうございます。プラさんありがとうございます。ケイちゃんさんありがとうございます。とんがりさんありがとうございます。あ、いいのか。ひらしゃいんぽんさんありがとうございます。星太郎さんありがとうございます。たくぞうさんありがとうございます。経理担当さんありがとうございます。いちわるさんありがとうございます。そして13位村上さとしさんありがとうございます。12位たけぞうさんありがとうございます。11位ゆまさんありがとうございます。10位近藤和弘さんありがとうございます。9位よしひろさんありがとうございます。8位ビックラブクさんありがとうございます。7位まさぼさんありがとうございます。6位じんさんありがとうございます。5位もつきずくさんありがとうございます。4位じはんさんありがとうございます。タワーありがとう。3位岡田松先生さんタワーありがとうございます。2位ももちさんありがとうございます。タワーありがとうございます。そして1位メガネさんありがとうございます。タワーおありがとう。本当にたくさん、やば汗かいた。読めた時間までに、くう、頑張りました。間に合った。そうですね。じゃあスクショタイムをして終わりたいと思います。何のポーズしてほしいかみんな言ってね。っていうか目中キスしてる。ティアラあるよ。16ってなんだ。もう時間かもしれない。皆さん今日は配信を見てくれてありがとうございました。お誕生日配信ありがとうございます。私は皆さん嬉しいです。こうやって配信ができて、ほっぺありがとうございました。なんか今日でもう24が終わっちゃうのがちょっと寂しいけど、寂しいな。あと30秒。じゃあみんなバイバイ。本当にありがとうございました。いい1年にします。